皆さん、どうもおはようございます、えー。日本フォロソフィー協会で会長させていただいてます、中菅伸之です、えー。いつも聞いていただいてありがとうございます。えっとですね、あのー、これずっと、あの、ラジオ動画として YouTube の方で上げさせていただいてたんですけど、あの、前々からですね、なんかその YouTube ってどうしても、あのー、画面をつけっぱなしにしないと聞こえないので、なんか、 なんとかならないかっていう話をあのいただいてまして、まあ、あの、そらそうですよね、要は、あの、他のことができないんですね、スマホを占領されてしまうみたいな感じになってしまって。で、何かないかなっていうふうに考えてて、えっ、ー、と、そしたらですね、あの、スタンド FM さんっていうのを、あの、知りまして、でそちらだったらですね、要はあの、誰でもラジオ感覚でこうやって、あの、動画を上げて、 させてて、いいただいてでしかもその音声を聞きながらスマホで他のこともできるっていう結構いいなというふうに思いましてで元々僕ほとんど YouTube の方ではあの音声動画しか上げてない要はラジオ動画しか上げてませんでしたので、えっと、今日からですねこっちでも並行して YouTube、えっと,だから you とそのスタンド FM さんと両方、えっと、上げさせていただけたらなというふうに、えっと、思いまして、えっと、今日はその記念すべき第1回目 という,ふうになります。なのでサンド FM で聞いてくださっている方はこれが第1回目の、えー、と放送みたいな感じになるなという感じなんですけどでせっかくなので今日は何の話をさせていただこうかなというふうに思ったんですけどあのー、僕の大好きな、えー、と世界五大医学っていう話をしたいなというふうに思います。 えっと、これよくあの、お話し会とかでもさせていただいている話なんですけど、さすがにお話し会ぐらい濃厚には喋れないかなというふうには思うんですけど、ちょっと、えっ、ー、と、そんな話をさせていただこうかなと思ってます。えっ、ー、と、世界五大学なんですけど、えっ、ー、と、この世には、世の中にはですね、 なんかまあ、誰かに元気になってほしいなとか、健康になってほしいなとか、自分が元気になりたいなとかっていうことを追求する学問として、医学っていうのが存在するんですね。で、その医学っていうのにもいろんな医学がありまして、で大体、えっ、ー、と、ざっくり分けると、えっ、ー、と、世界の医学を5つに分けれますよっていうのが、世界5大学なんですけど、 まあ、ご存じない方も多いと思うので、ちょっとその辺の話をさせていただけたらなと思ってます。で、まず、世界5大学なんですけど、えっと、まあ、アロパシー、ホメオパシー、サイコパシー、ナチュロパシー、オステオパシーの5つに分けれるっていうふうに言われているんですね。まあ、これは、あの、諸説あるので、なんかまあ、ざっくり分けたらこの5つですよ、みたいな。で、もういろんなことをおっしゃってる方がいるので、まあ、あくまで、えっと、 僕の解釈っていうのも踏まえて聞いていただけたらと思うんですけど。で、まあ、このアロ、なんとかパシーっていうのを聞き慣れない人もいるかなっていうふうに思うんですけど、あの、もともと現代学っていうのは、あの、ギリシャでできたので、これ全部ギリシャ語なんですね。なので、パシーっていうのはなんとか両方みたいな感じだと思っていただけたらなというふうに思います。で、で、まず一つ目のアロパシーなんですけど、えっと、これはですね、えっと、対象両方っていうふうに訳せます。 で、えー、まあ、要は、読んで字のごとしなんですけど、症状に対して行う治療法、なんで対症療法。 なんですね。例えば、えっ、ー、と、下痢をしたら下痢止めとか、えっ、ー、と、熱が得たら下熱剤みたいな感じで、症状に対して行うっていうのが対症療法なんですねで。これがやっぱ得意なのは、いわゆる現代医学ですよね。要は、病院で行っている、今、えっ、ー、と、世界中でもそうだし、日本でも、えっ、ー、と、メインの医学はこのアロパシーなのかなというふうに。 思うんですけど。なので、えっと、例えば熱が出ましたっていうふうに言って、病院行ったですね、まあ、大概の先生がその技術剤を出してくれて、えっと、その症状を消すっていうのに特化した医学になっているっていう感じです。で、えっと、二つ目っていうのが、えっと、ホメオパシーなんですけど、まあ、これは結構聞いたこともある人もおられるかなと思うんですけど、えっと、これ訳すと、同種療法っていうふうに訳せまして、<laughs> まあ、要は、えっと、僕もあのホメオパシーを音楽的に勉強したわけではないのでちょっと語弊があったら申し訳ないんですけど、えっと、その人の自然治力っていうのを活用して、まあ、要はごく微量の、えっと、毒っていうか負荷の体に負荷がかかるものっていうのを、えっと、投与したりとか与えてその反動で体を元気にするっていう医学ですなので、えっと、同じものを入れるので要は ちょっとだけ毒を入れるわけなので、えっ、ー、と、同種療法っていうふうに言うんですね。なので、えっ、ー、と、本来の和漢法とか、えっ、ー、と、まあ、あその、言ってることが正しいのであれば、えっ、ー、と、ワクチンとかも多分こういう考え方で、えっ、ー、と、行われているのかなというふうに思います。で、 えっとこのホメオパシーは同種療法なんですけど、さっきの一つ目のアロパシーは、えーっと、異種療法とも言います。要は異なるものを入れますので、要は症状が出ていることの反対のことをするので、異種療法ですね。 であとはですね、えっ、ー、と、三つ目が、えー、サイコパシーって言って、えっ、ー、と、これ、心理療法とかっていうふうに訳しますけど、まあ、催眠療法とか、暗示瞑想とか、あの、ヒプノセラピーとかもこの三番のサイコパシーに入るかなというふうに思います。で、えっ、ー、と、四つ目がナチュロパシーなんですけど、これ、自然療法とかって訳しまして、まあ、あのー、 食事を気をつけたりとか、食事療法をしたりとか、えっ、ー、と、芳香療法、アロマとか、で、植物療法とか、薬草とかね、あとは温泉療法とか、そのなんか自然のものを使って人を癒す医学っていうのがナチュラルパシー。 というふうに、あの、くくられてます。で、あと、五つ目が、オステオパシー。これ、生体療法とか、生骨療法って言うんですけど、要は、あの、ボディーワークとか、えっ、ー、と、施術、生体、指圧、回路、呼吸法、神経とかで、えっ、ー、と、人を癒していくっていうのを、えっ、ー、と、オステオパシーというふうに言ってます。まあ、ただ、えっ、ー、と、これ、 アロパシーはアロパシーを作った人がいるし、オステオパシーはオステオパシーを作った人がいるので、まあ、考え方とかやってることでくくったらこんな感じになるよっていう風な感じなので、あ、本当あくまでざっくりとした、あの、分け方なんですけど、ただ、 えっと、その中でですね、これ、えー、ついつい、えっと、メインの医学がどうしてもアロパシーなので、えっと、その、ホメオパシー、サイコパシー、ナチュロパシー、オステオパシーのことを、ま、大体療法とかっていうふうに言ったりもするんですけど、で、その中でですね、えっと、これ、えっと、ついついですね、陥りがちなのが、なんかね、あの、アロパシーに行って、 ダメだったら、ホメオパシーに行って、元気になったら、アロパシーはダメだ、みたいな感じで言っちゃう人がいたりとか、逆にホメオパシー行って、ダメだから、えっと、サイコパシーに行って、あの、よかったら、あ、ホメオパシーはダメでサイコパシーがいい、みたいな感じで、えっと、思っちゃいがちなんですけど、あの、全然そういうことではなくって、あの、もともと得意分野がそもそも全然違うっていうだけの話なんですね。 で、例えば、えー、アロパシーで言うと、どういうものが得意かっていうと、あの、もう、今、まさに死にそうとか、えっ、ー、と、今すぐなんとかしなきゃいけないとかっていうことがめちゃくちゃ強いわけなんですよ。まあ、これ、急性期とかっていうふうに言いますけど、例えば、えー、怪我をして、もう今にも死にそうだとかっていう時とか、感染症でもう今まさにやばいとかっていう時っていうのは、もう、誰でもそうですけど、あの、まず病院に行きます。よね。で、 もうあのここに関しては本当最強であの他の医学はもう全然太刀打ちできないぐらい強いですなので逆に言うと,、えー、と交通事故に遭いましたとかっていうふうに言われてうちに来られてもですね全然もうすぐ救急車呼ぶみたいな感じになっちゃうわけなんですけどなのでついついあれですよねえっ、ー、とドラマ化されるのもアロパシーはやっぱすごいわかりやすいのであのその 今にまさに、えー、とやばいっていう命を救えるっていうのがアロパシーのやっぱ得意分野で分かりやすいのでそこがドラマ化されることがやっぱすごい多いですねで逆に、えー、と他の4つなんですけど、えーまあ、いわゆる代替療法と言われてる4つっていうのはそのいわゆる急性期の症状とかっていうのは正直苦手なんですねなんですけど、えー、と慢性期の症状慢性期って言ってずっと患ってるとか 例えば、生活習慣病とか、えっ、ー、と、精神的に病んでしまったよとかっていうのは結構得意な場合が多いんですよ。なので、えっ、ー、と、2、3、4、5のね、その慢性期、えっ、ー、と、大体療法に関しては慢性期のことを扱うことがすごい多い。なので、やっぱり地味なんで、そのドラマ化はあんまされないですよね、どうしても。だって、その人の になんかその自然知力を生かして、じわじわ、じわじわその方が元気になってくるみたいな感じになりますので、あんまりね、その例えば、なんだろう、あのー、ヤマピーがそういうことをしても面白くないと思うんですね。なので、どうしてもドラマ化されるのはアロパシーになりがちなんですけど、まあそういう違いがあるよと。だから別に、 どっちが優れてるとか、どっちがいいとか、そういう話ではなくって、得意分野が違うんだったら、その都度その都度、その人が、えっ、ー、と、必要なところに行って、必要な、えっ、ー、と、治療とか、必要な施術とか、必要な療法を受けるっていうのがすごい大切なんじゃないかな、というふうに、えっ、ー、と、思いますので、これがだからすごい万能だよっていうのはなくって、もともと医学っていうのは、えっ、ー、と、目の前の人とか、自分とか、えっ、ー、と、 その誰かに元気になってほしいより豊かに過ごしてほしいっていうコンセプトでできてるのが医学になりますのでまあ、えー、そのこれがいいとかこれが悪いとかそういう話ではなくって、まあ、その人が元気になるために今日はこれを使おうとか今日はこっちに行こうとかっていうのがまあ、えー、と一番ベターというかのやり方なのかなというふうに。 思いますので、ついついそういうふうに陥りがちですし、ちょっと今日は世界五大学の話をさせていただきました。えっと、まあこれってね、すごい難しくて、なんか自然派の方とかだったら、なんかね、こうあの、いわゆるケミカルのものとかをあんまり体に痛くないとかっていう人はすごい僕の前にも多いんですけど、あの、例えば、下痢をしましたっていう風になって、 えっと、下痢止めを飲みたくないから、下痢を止める、えー、っと、なんだろう、レメディーを飲むとか、下痢を止める漢方を飲むとかっていうのは、えー、っと、やってることは、えー、自然っていうか、あの、ホメオパシーとか、えー、っと、に近いのかもしれないんですけど、えー、っと、考え方としてはアロパシーなんですね。なので、あの、そこって結構陥りがちで、なんか、 あの、まあそ、あその対処量がダメなわけでは全然なくって、ただ、そのキミカルだからダメとか、ナチュラルだからいいとか、そういう話でもないなぁというふうに思いましたので、結構ここっていうのは、あの、なんか複雑というか、でも見ていくと面白いところなのかなというふうに思います。はい。 ということで、えっ、ー、と、ちょっと長々と喋ってしまったんですけど、えっ、ー、と、今日は世界五大学の話をさせていただきました。えっ、ー、と、お話し会ではね、もうちょっと細かく詳しく話したりはさせていただくんですけど、どうしてもね、えっ、ー、と、ラジオ動画だと喋れないことも山ほどありましてですね、えっ、ー、と、まあ、もし詳しく聞きたいなって方は、ぜひリアルにあの、ね、会いに来ていただいたりとか、お話し会とか、生物に来ていただけたらなというふうに思います。はい。ということで、今日はこんな感じで終わりたいと思います。それではまた。バイバイ。